大高市寺は、愛媛県宇和島市に所在する寺院である。三号は、金号山。宗派は、臨在宗明神寺派。本尊は、釈迦如来。東岳寺と並んで、宇和島藩主伊達家の菩提寺である。宇和島市街地の南東部に位置する。慶長13年頃、伊達家以前の宇和島藩主、富田信孝が、暴夫、友信の菩提を弔うために建立した。建立当時は、 金剛山西願院と呼ばれていた。伊達市入府後は、東学寺と並び伊達家の母大寺となった。五代藩主、伊達村時が、自らの墓所と定めた。寺院名も、村時の方法から大高市寺と改められた。宇和島藩主の母大寺は、母親や藩主の方法からその名がついているため、領民には寺院を三号で呼ばせた。2013年3月18日に、 同志教育委員会が明治時代に当時の様子を俯瞰した同版画の原画を発見。タイトルは、今後山台隆寺の刑で、戦災で消失した玉殿の山門や祈願などで行う山道堂の他本堂とお玉屋をつなぐ渡り廊下が設計中として刻んで残っている。墓所に葬られている藩主及び主な一族、家臣は以下の通り。他、 伊達博通信愛媛新聞の宇和島市ホームページ、ありがとうございます。